昨日は17配信ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと串持ってくる。ね、ありがとうございました。さ、前でマネージャーさんが見守ってくれたからさ、ちょっと話しづらかったけどちょっとね、ありがとうございました。あとなんかユーザーネームが見にくくて、誰が見に来てくれたのかが1ミリも分からんかった11時半まで配信します。そう、今日はこれからリハーサルなんです。なので朝から朝早起きして確認してました。で結局今日一日なんですよ。そう、一日だからあれだと思って、ちょっともう朝に配信しちゃおうと。服は私服だったんですか？だって昨日の配信ですか？バリバリ私服です。私の私服、こんにちは、だってこんにちは。みんな今お仕事中かな。さすがにこの時間は、最近こういう時間しかできてなくて申し訳ないわ。コンサートが終わってからくらいの時間があると思うんですけど、ただいまリハ前なので、そうリハ前なので、こういう時間が多くなっちゃうかもです。ちょうど今握手券のね申し込みも始まってますので、皆さんぜひぜひぜひお待ちしております。ぜひぜひお待ちしてます。オンラインとリアルのおしゃべり会もありますね。移動中だって。そうなんだ、そうだよ、仕事中に見てました方もいるよね。ありがとう私でも今日さすがに終わりが多分今日遅かったから遅いんですね。だから終わったら疲れちゃってると思うんですよ。で明日も公演だから
そう。明日も公演。さかがりなんですね、明日は。なので。今日の宣伝ポストが可愛すぎました。あ、ギャルのやつ見ました。そう、昨日さ、生配信が終わった後なんかインスタ載せようかなと思って、何のストック、もうストックないんですよ、写真のストックが本当になすぎるから。え、どうしようどうしようってなったら、あ、ギャルでいいやんと思って、意外となんかそのいつもみんなが使ってるロッカーのところが学校っぽくていい感じに撮れたので、そういい感じに撮れたので、乗せちゃった。学校っぽかった。で、ああいうオフショーさ、私、まあ、めちゃくちゃ撮るタイプじゃないんだけど、撮影の時にすごい忘れちゃうんですよ、いつも宣伝したりとかするので、結局は使ってなかったなと思っちゃうから、そうなの。だから使いました。なんか話しようと思ったけど忘れちゃった。あ、そう、今コメント見て思い出した。なんとラジオ聞かないとの公開収録の、公開収録の、はい、申し込みが今日、明日、今日日付変わったら、だからちょうど12時間後って感じですね。12時間後にスタートします。みんな来てくださいね、お願いしますね。まだちょっと迷ってる人とかいたら、ちょっとそこのあなたって感じなんですけどぜひお申し込みをしてほしいです。どのくらい集まってくれるのかがちょっと不安なんですけども、まあメンバー3人と沖さんもいますので、あとはずっとラジオを聞いてくれてる方とかだったらもうね、いらっしゃると思うから、目指せ満席なんですけど、はい、目指せ満席で劇場でするからね。本当にさ、1列目とかなっちゃったらさ、めっちゃ距離近いですよ、もう本当に。だから皆さんは予定合わせてくれましたか？ちょっと平日だから行きにくい人も、もう無理だよって人もいるかもしれないんですけど、ちょっとねできるよって方はちょっとスケジュールをぜひ、もう私の生誕祭レベルで来てほしい生誕祭レベルで来てほしいです。そうそう、そのレベル。そうなの。でもさ、まあ、2ヶ月前にさスケジュール出してたじゃないですか、告知してたから、結構皆さん的にはありがたいって言ってる方が多いんですけど、そうそうそう、わ、10日までどうしても無理でした。だって10日なのに。そう、しかも100人にはステッカーも配られるので、沖さんに会えるっていうのがすごくでかくないですか？劇場で沖さん、劇場立つの初めてなんだって。昨日何着ようかなって言ってました。ちょっとおめかししようかなって言ってたかわいい、
ので皆さんぜひぜひ来てください。あとは当選するだけです。だってワクワク。そうなんだ、だから楽しみ。めっちゃまあね、行けないよって方はあのぜひぜひあの なんていうの大家もありますので、そうそう本当に行けないよって方はそう、ただ公開収録するだけじゃなくて収録したものをオンエアで放送するのでなおいいですよね。その行った方はもちろんまあわーってなると思うし、しかもね行けなかった方もそのあの雰囲気が分かるっていうのは素敵ですね。今日はメイクしようと思ったけどもうめんどくさくなっちゃった。熱っ、もうめんどくさくなっちゃった。やめようかな。いっかな。いや、それだし。鏡見た時にさ合わしとけばよかったっても思うんですけど、時間も時間なんで。あら、私のアラームでは。ちょっと待って、うるさいね、ごめんね。私が最悪一番マックスで遅い時間に起きないといけない時のアラームをつけてる。うるさい。ヘイシリー、ヘイシリー。あ、届かなかった。ヘイシリー、アラームを止めて。ダメだ、遠すぎて。ヘイシリが作動しない。うるさい。初日ぶりに目撃者じゃなくて逆上がりに行きますだって。ありがとう。ヘイシリー、レッツゴー。ヘイシリー、ヘイシリー、あれ、ヘイシリー、ヘイシリー、ヘイシリー、ヘイヒジリ、ヒジリって言っても反応するんだよ。ヘイヒジリ、ダメだわ。あれ、なんで使わなくなっちゃったんだ。ヘイシリ、ヘイリノーだって。ヘイリノー、ヘイシリー、あ、 ありがとう。1583日、ありがとう。あ、そうなんだ。今日からだって16。え、待って待って、私のヘイシリの声で私の iPhone が反応してますだって。めっちゃおもろい。え、すごい、2人もいる。
シリ反応してもらい、反応しましたって。みんなのスマホが困ってる。ヘイシリ。私のヘイシリ反応しないんだけど。ありがとう。ちょっと前髪します。じゃらーん。なんで返信反応しないんだろう。ねえねえ、前さ、あのさ、ラジオでさ、私がさ、目にさ、蚊が、目に蚊が刺されたってさ、話したじゃないですか。そう、それの悩み事なんだけどさ、あのさ、未だにさ、ずっとさ、ここがさ、赤いんですよ、私。で、毎日ね、毎日痒くなるの。なんかね、めっちゃ痒いんだけど、未だに痒い。なんで？お風呂上がりとかめっちゃ痒くなっちゃう。なんでだろう。大丈夫ですか？だってね、大丈夫かな。アイテム用もコムさんありがとう、ブルーイングありがとう、ノーリさんありがとう、ニシプーもありがとう、モンキーさん、朝倉さん、あ、久しぶりありがとう、トチさん、ひなたくんありがとう、ちーかん、じいさんありがとうございます、かじゅくんありがとうございます、しらみフライありがとう、えよりかもありがとう、しーぱすさん、させぼんてちゃん、たこ焼きありがとう、まいちゃん、ゆうちゃん、まささん、やっちゃん、ライバー王さん、すごライバー王な、たいちゅんさん、ボーダー、はり、なずりんさん、ゆかりんちゃん、かんたろうさん、ジャムさん、リンパリーさん、ポッケ、テキサスのロースターさん、チカちゃん、カズアキさん、ハシムッチ、ありがとうございます。ありがとう。ゆき、ゆらきば組、あおいちゃん、あいたかさん、コムさん、松山さん、ありがとう。まぶたら、そう、目玉じゃない。目ん玉じゃなくて、まぶたのこのなんか二重のちょっと赤くない？ここなんで？薬塗っとくか。でも絶妙にちょっとだけ赤くなってね、別にね、なんかポツっていうのがないんです。そのなんかポツ、刺された後みたいな。
ぬちゃんに会いたいですって。直近で会えるのは明日の公演か、明日の公演か、来週も私2回公演出演するので、その時の公演かコンサートも出るし、なんかいっぱいあるね、いっぱいあります。あとおしゃべり会も今ちょうどやってるので、申し込みがいっぱいあります。はい、あと10月10日にはラジオ聞かないとの、そう、公開収録もあるので、それもあるし、10月の公演は結構少なかったね、めっちゃ少なかったから、なんか本当に皆さんのタイミングあった時と私が劇場に出演する時くらいしかなさそうなんですけど、まあでもぜひ来てもらえたらいいなっては思います。って言っても生誕が多かった、生誕が1回だった気がする。待って、めっちゃ目が良くなってきた。かゆい話したらめっちゃいろんなとこかゆくなってくる。そうだから、待って、じゃあなんかもう目も鼻もかゆくなってきた、なんかかゆい、かゆい話したら目のとこかゆくなってきた。今日は11時半までします。待って、めっちゃ可愛い。できた。明日前髪黄色を、後半のスケジュールでも出てませんだって。出てないよね、最近またスケジュール出るの遅くなった。一時期めっちゃ公演スケジュール出るの早かったじゃん。でその度にさ、なんか引用リツイート、なんかさすがですみたいな、もう HKT の最高ですみたいな感じだったんだけど、最近また遅くなっちゃったから、そうそう、また最近ちょっとね、いろいろ遅くなっちゃった。あれれれれって感じなんですけど、カフェラテ飲みたいな。カフェラテ買ってきちゃうかな。30分になったらランキング見たいと思います。
ね、可愛くない、こんなニット帽買っちゃった。可愛くない、ほら可愛い。早く秋になってほしくて、どんぐりみたいだけど可愛くない、めっちゃ。なんか散った。これを着てお出かけしたい。お出かけしたい。昨日さ、久々にさ、あの事務所のさプレゼントボックスを見に行ったんですよ。たらファンの方からいっぱいプレゼント届いてて、昨日持って帰ったんですよ。せかせか配信終わった後ね、持って帰ったんだけど、だからさ、こう私が早く秋服着たいってさ大騒ぎしてるから、そうファンの方がいっぱい秋服送ってくれてて、なんかパーカーやらニットやら届いてて、ありがとうございますってなりました。あとなんかレッスン着 T シャツロンティーみたいなのとか、なんかレッスンこれで頑張ってくださいみたいな、ありがとうございます、全部来ます。嬉しかった、わーって言いながら見てました。嬉しくって嬉しくって、ありがとう。そうなんだ、だから早く涼しくなれって感じ。ファンのみんなに送ってもらう、ニットとかね来ましたね。早く着たいんだけど、私その服をあのコート着る前に着たいんですよ。そのコート着たらめっちゃ隠れちゃうので、そうだから、ありがとう。早く秋のパーカーとかめっちゃ着た、いくらあってもいいですからねパーカーとか。そうなの、そうなの。でなんかあの10月は本当にあのアイヤーのアイヤーライブ、劇場でするアイヤーライブと、あとあのスプルートフェスがあるので、10月2つもあるんですよ。だからもうリハーサルが多いんです、もうほとんどリハーサル。だからそういう時のお洋服を着る時が、そうレッスン着とかはめっちゃ嬉しくていっぱい着ます。うん、そうなのよ。ロンティーとかね、もう T シャツはいっぱい今年は着たので、だから今日もそうなんか珍しく白なんて着ちゃって、これもね可愛いんです、今年もらったんですけど、キラキラがついてるの。お洗濯するときはこう自分で手洗いしてます。そうそう、キラキラがついて可愛くない？キラキラがついて、リッパ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 。しかも今年はさ冬におしゃべり会があるから、あ去年もか、去年もだね、冬におしゃべり会があるから、そういう洋服も着れそうだから嬉しい。オンラインもあるしね。でも11月なんだよね、まだ。はい、来ました。11月、まあでも周年終わりなんですよ。そうだから、そっちってどんな季節だっけって毎年思い出すんだけど、もうワンチャン冬なのかなとか。だから秋どこ、秋大好きなんだけど、秋どこですか。ない、消えた秋。
豪華のハイタッチ撮りました。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。嬉しいだけ。明日の配信は逆上がり公演終わりにしようかな、珍しくってか、うん、明日の、最近はこういう時間しか配信できてなかったのですけども、明日は その時間、公演終わった後しようかなと思います。はい、そうだったっけ、去年のワッタンの時に T シャツ入れるくらいでした。そうだったっけ、めっちゃ高かった気もするけど、やば、あれ12月か、クリスマスイベントとかだったもんね、確かに。はい、では31分になったので終わりにしようと思います。はい、13位が吉田さん、12位がトシさん、11位がノーリさん、10位がボーダー、9位がマイちゃん、8位がゆりか、7位が葵ちゃん、6位がコムさん、5位が単身モンキー、4位がしむっち、3位がしひろさん、2位がにしぷ、1位がはせぼのてっちゃんでした。てっちゃんありがとう、キュン久々にキュン、ありがとうてっちゃんでした。いつも1位ありがとう、ありがとう、皆さんありがとうございました。今日はもう一日昼夜コンサートのリハーサルになりますので精一杯頑張りたいと思います。もう行く時間なので行ってきます。また明日劇場公演なので劇場公演も頑張ります。ではバイバーイ。バイバーイ、ありがとう、頑張るよ、バイバーイ。